あ、録画してましたね。おはようございます、田中拓磨です。今日は休みなので、群馬の辰巳館さんに遊びに行きます。そんなとこはいいんですけど、僕もですね、以前はですね、いろんな会に入ってました。二課会とかですね、国課会とかですね、いろんな会に入選してもらうために頑張ってました。でもですね、で、まあ、僕の友達のある S さんって方はですね、まあ、ニューヨークの会に入ってるみたいですけど、そもそも会なんていうのですね、入ってる必要あるんでしょうか。僕ピカソとかですね、マティスとか他にもいろいろアーティストいますけど、例を挙げればきりないんですけど、村上隆さんでもいいし、奈良吉友さんでもいいし、草間彌さんでもいいし、誰でもいいんですけど、その会に入っててですね、その会を大事にしてやってるアーティストさんっているんでしょうか。世界のトップクラスになったらキーセーリングが会に入ってたとか、バスケが会に入ってたとか聞いたことないんですけど、そんなことは起こりうるんでしょうか。会はやっぱりなくてフリーなんじゃないでしょうかね。やっぱね、トップはフリーで行くべきなんじゃないでしょうか。やっぱりそこら辺がちょっとなんかちょっとこう、会なんか入ってるのはアマチュアじゃないかなと僕なんか思うんですけど、いかがでしょうか。異論反論オブジェクションでした。これが僕の画家としての生き方です。よろしくお願いします。